反省改革とは、江戸時代の幕藩体制において、各藩が行財政の再建のために行った政治、経済などの改革のことを指す。特に、江戸幕府の天保の改革などの幕政改革と同時期に盛んに行われた改革の成果によって、藩財政が好転した藩として、薩摩藩や長州藩などを挙げることができ、幕末に有藩と言われるほどの影響力を持ち、 倒幕運動の原動力の一つとなった。現在でも反省改革を見本としている経営者、政治家は多い。幕反対成果の政治では、儒教的道徳に基づく素法を重視し、その開廃は不幸、不中の振る舞いであると考えられてきた。だが、江戸時代中期以後に入ると、財政難が深刻になってきた。その主な原因は以下に挙げられるようなものである。 産勤交代や幕府からのいわゆるお手伝い部進によって多額の出費を強要された。貨幣経済が社会全体に浸透する一方で、米価は下落傾向にあり、米を経済主体として運営する爆破体制がこの経済変動に適応できずに、その実収入は減少していった。国元での度重なる自然災害や基金 江戸判定の消失による臨時の出費が発生した。平和な世の中が続き、大名以下課中全般に斜視な生活態度が普及していった。これに対して、はじめ初大名は、県民の強化や、県知の実施などの年貢増長、大都市の商人などからの借金や県約令による財政支出の引き締めや、神殿開発、鉱山開発、 犯内承認などからの御用金徴収などによる財政収入の増強、さらには反地借り上げなどといった家臣に与える法禄の事実上の削減などといった対策で一時的に賄おうとしてきた。だが、こうした政策は一時しのぎ以上のものではなく、かえって家中、領内に不満を鬱積させ、人心の後輩を促進させて、反省の危機を深刻化させる一方であった。 そこで、藩内の行財政や経済機構に、抜本的改革を加えて、財政の安定化を図るための改革の必要性が、唱えられるようになった。だが、それは同時に、祖法重視という幕藩体制の基本理念を否定する、ものであり、一歩間違えれば藩政そのものの崩壊に、繋がりかねない、危険性もはらんでいた。以下の藩はその中でも改革に成功したとされている。 初藩のケースの概要である。1785年に佐竹義和が藩主となり、藩校を設立し、防災林の造成、保全、林生改革の実施、商品作物、春継塗り、河津らしき、白岩焼きなどの工芸品の生産省令、工作援助など、産業開発に力を入れた。また、倉乳地、過信地行地の農政を統括させる藩内の、閣軍に、 軍武行を設置した、久保田藩における、完成の改革と呼ばれる。1767年に、上杉春則が藩主となり、倹約や産業開発など犯罪制の立て直しを行う。藩主在職中は武、武行筆頭、竹の股正綱を中心として施行するが失敗し、隠居後の藩政貢献中に、中老、野崎義政を中心とした改革が成功する。 1752年に、真田幸弘が藩主となると、過労の女た道からに、反政の刷新を命じた。木工は自ら率先して、契約を実行して、市利を貪さぼらない姿勢を明らかにするとともに、両民には、年貢の税率を常識とは反対に引き下げ、分割納入を認める代わりに官能を求めた。また、藩行政の効率化を進めて、 領民を苦しめる不正な役人や無能な役人を更迭した。木工の休止もあって財政改革は進まなかったと言われるものの、役人の意識改革と領民の反省への信頼を取り戻すことに成功し、安定した財政基盤の確立と農村の荒廃を阻止して立て直しの方向に向かわせた。だが、その後、再度財政は悪化したため、バックフロー銃として、 天保の改革にも参与した藩主、真田幸一らは、反省改革を行うにあたり温たぬ君を徴用した。改革は、ある程度は成功したものの犯罪性の回復には、至らず帰って車種の風潮を招いたと指談されて、1851年保守派の真田貫通が反省を行った。だが、次の真田美幸教の代に入ると後継者問題も、絡んで、 大規模な内紛に至り、1866年には公共は隠居してしまった。ちなみに頼母派のブレーンには藩士の乱学者、佐久間昭山がいた。松代藩は明治維新の際にはいち早く尊能の立場を明確する。細川茂方が堀正留名を登用して断行。藩主、徳川成明が先導し実行する。早い時期から改革が行われ。 学生改革にも影響を与えた。特産物の専売性、領内の農地の検知を行い農村復興を図り、犯罪性の立て直しを目指す一方で、犯行行動間の設立、藤田東庫などの登用を行い、積極的な人材育成を行った。財政的には成功したとは言い難いものの、これにより水戸学が飛躍的に広がることになり、幕末の思想に影響を及ぼした。 他に、徳川成明は、黒船からの攻撃に備えて、水戸藩内に、中港反射炉の築造と創業を、藩主たちに命じ、西洋式の大砲を製造して、オランダ式の西洋の兵学の導入と、軍事訓練を行った。藩主である、毛利リー高近に抜擢された、村田政風が中心になり実行する。藩による、潜媒制を緩和し、その代わりに、商人たちに、 運上銀を貸し、藩に納めさせた。また、白石正一郎や中野藩左衛門らに、下関を通る諸国の貨物に対し、資金を貸し与える腰に方と呼ばれる藩による金融業を始めさせ、多大な利益を上げた。その他、他の藩と同様に、下級藩士の積極的投与や、軍備の増強、近代化も実施している。かろう、所広里がトップになり実行する。 藩が、合唱から借り受けた借入金500万両を250年という、長期間での返還という強行策を実施し、事実上、藩の負債を帳消しにした。また、天見群島で採れる砂糖を1000倍にし、琉球との貿易を積極的に行い、財政再建を行った。そのうち10年は、幕府の許可を取らずに密貿易を行った。何人かの商人や指導者は、 処罰を受けたものの、幕府が衰えるきっかけとなった。藩主、鍋島直政が実行する。当時期、石炭の専売化、近伝性の採用による本百姓体制の再建を実施した。また日本初の反射炉、大砲製造所の設立による軍備の増強、近代化を実施した。朱子学者、斉藤節道が中心になり実行する。藩校有館を設立し、 アヘン戦争後には、海外事情についても研究を重ね、彼自身は一貫した趣旨学者であったが、西洋の文物でも優れているものはそれを認めて、和海洋の設置によってより良いものにしていくことを、とないた。雄造館に洋学書を設置して、範囲たちと共に使統を行い、洋式群生を取り入れるなどの改革を行った。農民出身の洋名学者、 山田報告を失勢に迎えて改革を主導させた。報告は破綻寸前の犯罪性の実情を明らかにすると共に紙くず同然の反札の回収を行い専売性を導入した。ただし報告は犯罪性の再建よりも領民に特産品を生かした産業を起こさせて豊かにしていくことを優先課題として力を注いだ。その結果、 産業の振興とともに、領民の生活は改善されて藩に収められる、税収が安定するようになり、犯罪性も急速に改善された。また、農平制を導入して、近代的な平成を取り入れた。ありがとうございます。